それでは行きます。はい、どうぞ。はい、OK です。皆さん、こんにちは。10月24日木曜日、シンディのハッピートーク。時刻は2時を回りました。週末に向かう木曜日の午後、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？今日は、ディレクターのマナさんと一緒に、4月から始まりましたシンディのハッピートーク。これまでの半年間を振り返ってまいります。シンディのハッピートーク。この番組は、宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオより、2時26分まで放送いたします。皆様、最後までお付き合いください。最初にお伝えしたように、今日は4月から始まりました、シンディのハッピートーク。これまでの半年間を振り返って、ディレクターのマナさんと一緒に、進めていきたいと思います。マナさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。4月の4日、第1回目から、先週の10月17日まで、お名前を数えてみると、25名のゲストをお迎えして、お話を伺ってまいりました。すごい一生懸命やってきたんですけれども、もう25名の方、ご出演いただいたということで、本当に皆さんありがとうございます。そして、聞いていただいているリスナーの皆さんも、本当に半年間、もう7ヶ月目に入ってはいるんですが、お聞きいただいて、心から感謝しております。ありがとうございます。少し振り返ってみたいと思います。番組スタートは4月4日。ちょうどその時、私は台湾にいました。実は3月の後半から、個人的な研修というのもあったんですが、第1回目を台湾から放送ということで、とてもドキドキしながら、1回目を迎えようとしていたんですが、その前の日、台湾にいたんですよね、4月3日。台湾の、南の方で震度7でしたでしょうか、大きな地震に遭遇しました。私は台北にいましたので、大きな被害というのは目の前で見たりとか、大きな揺れは体感しましたけれども、お家が崩れたりとか、そういう風景はなかったんですが、生まれて初めて震度7というのを体感して、本当に驚きました。そして次の日ですね、4月4日、番組の最初でもありますし、また台湾という、沖縄からではなく台湾からの放送ということで、もう緊張はですね、本当に何と言ったらいいんでしょうかね、ドキドキしながら、その時間を、待っていたんですけれども、ちょうど1回目は、台湾で弁護士をされているリムウェイさん、ジェンダーでもありますけれども、彼女の事務所の前で迎えていただいて、よく来たねって言っていただいて、本当にその笑顔を見て、ほっとしながら、ご一緒に番組を始めたのを、とてもこう覚えております。リムウェイさん、ありがとうございました。リムウェイさんは、台湾と日本の中小企業を結びたい、というお話を、熱い思いを語ってくださいました。その後、日本にもたびたびいらっしゃってるようですよ。また番組にお迎えして、台湾のお話、そして彼女には、世界中にお友達がおりますので、いろんな世界の弁護士の、そしてジェンダーのお話を伺いたいなって思っております。そして2人目、増田太一さん。そして3人目、佐伯直子さん。そしてアメリカからのお客様で、ジャレード・ラムセンさん、そして県政長岡さん、お二人迎えた回もありましたね。平石四季さんも何回も、ご出演いただきました。平石さんは、ついこの間、10月3日、ニューヨークカーネギーホールの公演のお話も、ご出演いただいて、たっぷりとお聞きすることができました。本当にこの半年で、白石さん、大きな大きなチャンスをつかんで、そしてまた大きく飛び立っていくというお話を、ついこの間伺うことができて、とても嬉しく思っています。その後は石川幸子さん、47都道府県に寿司販売をしてらっしゃる方でしたね。そして、青沼高明さん、弁護士の方でしたね。そして藤岡光義さん、彼は石垣島で、レンタカー、あるいはレジャーを、そしてカフェをやってらっしゃる、多角的にやってらっしゃる経営者でしたね。ご紹介させていただきました。森由美子さん、彼女は、ミセスワールド、
で優勝されて、その後、優勝報告、嬉しい報告をいただきながらご出演していただきました。ありがとうございました。そして東京で頑張ってらっしゃる小原信也さんのご出演もございました。そして、小口秋信さん、2週にわたってお話を伺いました。そして、ヨーロッパからは犬飼正明さんもお迎えすることができました。日本での経験のさらに積もうということで、ヨーロッパに渡り、大学院に出られて、そして向こうで、大学で教授でしょうかね、ヨーロッパの皆さんに音楽を教えているというお話を伺うことができました。そして、黒田浩二さん。そして、NPO 法人をされている鈴木さん、辻元さん、お二人もご出演いただきました。NPO の現実であったりとか、鈴木さん、辻元さんが関わっているお国のお話をたくさん聞かせていただきました。本当に世界に近い皆さんのお話は、楽しいお話でもあり、まあ、時々胸がね、ぐっと、悲しくなるお話もありましたけれども、現実のお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。そして、岡田京子さんもいらっしゃいましたね。実は今月18日から、岡田さんは石垣島を訪ねているというご報告をいただいております。今頃はもう東京に帰ってきた頃でしょうかね。いかがだったでしょうか、沖縄。楽しんでいただけたらよかったなって思います。そして、川西義弘さん。川西さんは東京に、3年前でしょうかね、移住されて、お仕事を継続されているというお話をしていただきました。そして、涌田慶太郎さんですね、元気塾という塾を、主催していらっしゃいます。とても元気な方でしたね。静岡ご出身ということもお話ししてくださいました。そして、小島慶祝さん、薬膳花茶のお話をしていただきました。小島さん、結婚されてね、小島さんなんですけれども、小島さんのご実家は100年続くお茶を扱っている中国でもとても有名な、ご家族と伺っております。日本の方と結婚されて、まあ、日本で、家族を作って、今後も日本で活躍されていかれると思うんですけれども、いいですね。中国からの100年のいろんな歴史をまた日本の皆さんにご紹介し続けていくということで、楽しいお話を伺いました。そして防災で、この宜野湾、FM 宜野湾で、木曜日、隔週の木曜日だったでしょうか。ちょっと忘れてしまいました。19時から番組をちょうど10月10日から、始められている、福本浩平さんをお招きして、防災のお話で、どうして沖縄に移ってこられたかなどのお話をたくさんお聞かせしました。どうぞ皆さん、同じ FM 宜野湾でやっておりますので、福本浩平さんの防災の番組もお聞きください。よろしくお願いいたします。そして、奥平様ご夫妻、急遽お願いしたんですけれども、奥様も快諾していただいて、奥平さんご夫妻、番組に出演していただきました。奥様は台湾出身ということでね、今、選挙で夫婦別姓がということで、いろいろこう、声高に言われておりますけれども、奥平さんご夫妻は夫婦別姓でご紹介させていただきました。いろいろありますけれどもね、楽しい、本当に沖縄と台湾の楽しいお話を伺わせていただきました。そして、私の、同僚でもあります、向井佳代さん。英語コーチ。実は、心理は英語コーチでもあるんですけれども、向井佳代さん。ヨーロッパ勉強されて、帰国されてすぐのインタビューだったんですが、フィンランドの、教育のお話、そして英語コーチを長く進められている、そんな子供たちとの楽しいお話を伺うことができました。京都にお住まいでいらっしゃいます。そして、今月に入って、田中秀則さん。田中さんも沖縄に移住された方なんですが、石垣島に、現在住まれています。SDGs、あるいはゴミのことで本当に一生懸命、毎日毎日ゴミ拾いしてらっしゃる。そして大きなイベントを今回主催されて、
やっていきますというね、本当に力強い、お話をお聞きすることができました。田中秀則さん、ありがとうございました。そして、先週10月17日、甲賀いおりさん、千葉県からご出演いただきました。マグロのパフォーマーという、解体パフォーマーということでね、来年の4月には沖縄にも、来てくださるというお話を伺いました。本当に素敵な、本当に力強い、楽しいパフォーマーの方でしたね。25名の方ご出演いただいて本当にありがとうございました。これからもたくさんの素敵なゲストをお迎えして番組は続いてまいりますけれども、今日はお名前を挙げながら感謝の心を込めてお礼の放送とさせていただいております。本当に皆様ありがとうございました。そして、来週からまた日常の、ゲストをお迎えしての番組に戻ってまいるんですが、新たな計画も予定しておりますので、また来週以降、楽しみにお待ちください。今日はですね、一人でいろんなお話をさせていただくんですけれども、ちょうどここで、リクエスト1曲おかけしたいと思います。竹内まりやさん、命の歌。ちょうどね、竹内さんが新しい、レコード出されたということで、命の歌、お聞きしたいと思います。では、どうぞ。はい、じゃあ、曲は言った体で CM 明けから始めていきたいと思いますけど、大丈夫です？そうですね。前半だけちょっと考えたので、後半は、マナさんとの掛け合いではさい。せていただいていいですか？はーい。はい。すいません。ありがとうございます。はい。じゃあ、始めてまいりましょうか。はい、じゃあお願いします。はい。心理のハッピートーク。今週は、4月から始まりました、心理のハッピートーク。半年間を振り返っての番組とさせていただいております。25名のゲストをお迎えして、本当に楽しいお話、インタビューをさせていただきました。ご出演の皆さん、本当にありがとうございます。また、来週からも新たなゲストをお呼びして、楽しい心理のハッピートーク、続けさせていただきます。後半はですね、いつもお世話になっているディレクターのマナさんと少し掛け合いをしながらお話し続けさせていただきます。マナさん、半年間本当にありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当に初めての、ラジオの番組ということで、緊張している私をこう、リラックスさせていただいて感謝しております いえいえいえ。どうでしたでしょうかね。こういう、初めての、皆さんを、何かお相手しながら、進行をね、していただいているマナさんなんですが、どうでしょうか。私の心理のハッピートークもそうなんですけれども、どんな番組が宜野湾にはあるんでしょうかね。そうですね、まずシンディさんはゲストの方すごいこんなにも毎週呼ばれていて、私もこういう職種の方いるんだとか新たな発見があって、でシンディさんは最初ちょっと緊張あったと思うんですけども、全然もう今は、ね、私が何も手助けしなくても全然。はい、毎そう回ですなんかね。私も、おお、こういうのがあるんだってちょっとね、勉強しながら聞かせていはただい。いて、あ、そうですか。はい、嬉しい。そうですね、FM 宜野湾の番組自体は本当に何だろうな、お仕事の発信をされてる方とか、ウェブマーケティングとか、弁護士さんがいたりとか、で、あとは最近始められた福本さんみたいにそうです。防災に関してとか、あとはもう本当にママさんがやってる、ああ、そっか。そうそう、結構リスナーさんが身近に感じられるような方もいますし、あとやっぱりちょっと沖縄県外の方も多くて、そうですか。そうなんですよね、なので、そう、結構、ああ、もうそちらそういう気候なんですねとか、沖縄とね全然違うので、そうですよね。は本当い、に、そうか。じゃあ、本当に日本中から、FM 宜野湾を、はい。
なんていうか、から発信している皆さんいらっしゃるということですね。いいですね。ゆっくり自分のが番組を聞いたことが実は ないんですけれども、まあ、今日は、収録を実はですね、明日のために収録をさせていただいているので、明日、まあ、2時から聞いてみたいなと、ちょっと恥ずかしい気持ちもするんですわかりが、ます。はい、聞いてみたいなと思っておぜりひ。ます。はい、ありがとうございます。はい。あとですね、来週からまた本当に通常の審議のハッピートークということでゲストをお迎えして再開していくんですけれども、私はですね、審議は一体何をしている人かって まあ2回目に少し顔出しをして自己紹介させていただいたことがあるんですけれども、実際に私は英語コーチというものと、今月からですね、まあ、英検という世界が、英語では本当に素晴らしく力強い 影響力がある、ところなんですね。ですから今月から、英検コーチというのも、もちろん中学生、高校生、社会人も、に向けて始めております。で、コーチですから、まあ、ティーチングとは違って、頑張る皆さん、お一人お一人をこう後ろからね、ぐっと、支えて、まあ、伴走するという言い方で理解できますかね。伴走しながら、その方の目標とする、例えば英検1級を目指す方には英検1級を受かるためにどういうことをすればいいか、どういう勉強法があるか、で例えばマナさんが1級勉強されてるとしたら、マナさんこういうところがちょっと弱いみたい、そこはこういうふうに勉強すると早く習得できますよというようなアドバイスをしたいとかね、そういう、マンツーマンでコーチをするというのを仕事としております。それが英検であったり、英語であったりということですね。で、あとは、実はですね、宜野湾 FM、これはオンラインでさせていただいているんですが、私は、通常は石垣島から発信させていただきます。いただいております。今日はね、那覇市内におりますけれども、やっぱりオンラインで、マナさんとこうやってお話をさせていただいております。こんなことをしておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そして、台湾ということで、まあ、後半は、まあ、言葉にして、まあ、夢を叶えようという思いでお話をするんですが、台湾からの放送も、多く、させていただけたらなということで、台湾の、皆さんと少しずつお友達を作ったり、人脈を作ったり、そして石垣島からは、まあ、フェリーが週に3回、これからフェリーですから、台湾の一番近い島ですが、桐生港になるかと思うんですけれども、というフェリーが、これから始まります。ですから、ね、面白いですよね。ですから、まあ、いつっていうのはまだ決まっておりませんが、いろんなことが今、着々と進んでいるというのを聞いておりますので、それが進みましたら、まあ、月に1回、あるいは週に1回ぐらい行けたらいいなと思うんですが、台湾からもこの FM 宜野湾を使わせていただいて、いろんな発信をできたらなというふうに思っておりますので、台湾関連の皆さん、そして台湾で、企業されている皆さんのインタビューも含めながらご紹介をしていきたいと思いますね。で、一番最初にね、リー・リンウェイさんが日本と、台湾の中小企業を結びたい、つなげていきたいっていうのは、とても私、わかるんですよね。李さんは台湾側から、そして私は、叶うのであれば、沖縄側から、中小企業をつなげて、大きく大きく仕事、いろんな生活について、つなげていきたいなと思っておりますので、ぜひ、お気持ち、あるいは人脈のある方、ご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、あとですね、リクエストもいただけたら嬉しいと思うんですけど、なかなかリスナーの皆さんとね、身近に会話をしたことがないので、ぜひおはがき、あるいはメールでも結構ですので、心理こんなの聞きたいとかね、こういう人呼んでとかね、私も出たいとかね、いろんな思いがあると思うんですが、ぜひラジオ出演も、募集しておりますので、どうぞ遠慮なく。ラジオに出てみたい、お話をしてみたい、まあ、いろんなお話、ぜひマナさん経由になるかと思うんですけれども、ぜひいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いしますね。
そうですね、やっぱりラジオですので、皆さんといろんなキャッチボールをしながら、これからもどん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 楽しく広げていきたいと思っております。そしてもちろん英語についてもね、少しずつ発信させていただけたらなというふうに思っておりますので、沖縄にいらっしゃる皆さんはもちろんなんですが、日本、そして世界にいらっしゃる皆さん、これFM 宜野湾を聞いてくださっている皆さん、どうか、リクエスト、お手紙、メール、そうですね、LINE とかもあったんでしょうかね。いろんなツールを使いながらいただければ、本当に、すぐにお答えできない時があるかもしれませんが、必ず、お返事をしていきますので、どうぞ、お便りください。お待ちしております。はい。どうでしょうかね。他のリスナーの皆さんとの交流が私はまだまだできていないんですけれども、どうでしょう、皆さん、リクエストたくさんいただいているのかな、どんなふうにこう番組をやってらっしゃるんでしょうかね。確かに、今回ね、初めてちょっとメールの応募とかしたと思うので、ね、ちょいちょいそういうお言葉を多分言ってった方が、ね、リスナーさんもメール送っていいのかなって多分、ちょっと悩まれるかなと思うので、そうですね、よね、はい。シンディさんが全然オープンで、ウェルカムだったら、多分リスナーさんも、送っていいんだって思うので、はい。よかったです、今日こういう話聞けて。そうですね。はい。どこかで少し、皆さんとお話をしたいと思っていたので、今日は、一息つけたかななんて思います。リクエスト、そしてお便りお待ちしておりますね。お待ちしてます。お待 ちくしだてさい。ます。ぜひ FM 宜野湾のメールアドレス、今申し上げてもいいですか？はい、お願いはしい。ます。FM 宜野湾のアドレスは797@fmginowan.com になりますので、皆さんぜひシンディのハッピートーク宛てにメールもお待ちしております。はい、ありがよとうごかざいったでます。皆さんからご紹介していただいて安心しました。お待ちしております。ははい。い。ですというね。ことで、残りが、1分、2分くらいとなってまいりました。ありがとうございます。よかったです。では、楽しく、マナさんとね、振り返ってきました、この半年間ですけれども、本当にあっという間の、いつも思うんですけれども、あっという間、時間なんですよね。今日も聞いていただいたリスナーの皆さん、ご参加いただいたリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。来週からまた通常に戻って、ゲストをお迎えして、そして皆さんのリクエストも楽しみにお待ちしながら、放送は、継続させて続けていきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。お相手はシンディでした。それではまた来週から大きな、楽しみも増えて、リクエスト、お便りという大きな楽しみも、お待ちしながら、皆さんにお会いしていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。よかったです。はい。本当にゆっくり話したような気がします。本当ですね。ありがとうございました。また、来週の、ゲスト、何人かはいるんですが、今日はちょっと落ち着いて、リスナーの皆さんに呼びかけをしたかったので、こんな風にさせていただきました。ありがとうございました。私たちも一応SNS でシンディさんの番組発信するようにしますので、ありがとうございます。はい。じゃあ、また、来週明日はは、放送ですかね、来そう週、ですね。わかりました。はい、ですね、来週ですよね。はい。収録は今のところ予定はないので、生放送でさせていただけたらなというふうに思っていますが、また来週の件は、はい、今週後半までには連絡させていただきます。はい、先生、ゆっくりで大丈夫なので。ありがとうはい。ございます。じゃあ、気をつけて、シンディさんも。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、お失礼疲いたします。はい。れ様です。ありがとうございました。